Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日はですね、久しぶりにね、真冬の河口湖に来てます。風がもうね、強いですね。で、今回のプランは冬の実績のある場所をやってみて、これダメだなって思ったらすぐ移動します。すぐ移動して野池に移動したいと思います。引き続きね、クリスマス企画どうすんのって話なんですけど、俺なんかね、釣ったか釣らないかね、記憶にないんすよ。っていうことでね、今日もね頑張っていきたいと思います。まずはこっからレッツゴー。今日は一人じゃないから楽しい。さあ、タックルは昨日と変わらずこれですね、メタルバイム SS。 いきます。さっきからね、風がね、横殴りになってるんですけど、その前は後ろからね、向こうの風に変わりましたね。向こうの桟橋の方に移動しますか。もう1投目で移動します。さあ、風向きを考えてここからキャストしましょう。左から右に流れてんな、水が。風向きちょっと背中からだと思ったんですけどね。こっからウィードはついてくる。いいとこ飛んだ。もう寝がかり。外れた。あそこの根掛かりするところが熱いんすよ。結構投げ尽くしました。編集でかなりカットしました。風強っ。先輩、編集でかなりカットして皆さんには伝わらないかもしれないですけど、結構釣りやりましたよね。これ野池移動しますか。移動しましょう。ちょっと僕たちには無理です。野池に行きます。レッツゴー。はい、ということでですね、今日は釣れませんでした。昨日俺釣ったかどうか思い出せないんですよ。釣ったかどうか思い出せないんですよ。昨日確か釣ったような気がするんですけど、でも釣ってないような気がするんですよ。昨日の動画見りゃいいじゃんって話なんですよ。でもその昨日の動画覚えてないんですよ。じゃあ覚えてないんだったら昨日の YouTube 見りゃいいじゃんって話じゃないですか。 YouTube 忘れたんですよ。そのぐらいの物忘れ、なんていうんですか。あれ。バレた。覚えてないんですよ。もう。はい。帰るか。ということで、戻ってきました。釣りはね、全くダメでしたね。今日は釣れていません。ということでね、帰りね、釣り具屋さんに行きましたら、なんとね、あのルアーがね、売っていたので買ってきてしまいました。今日は、皆様に私が使っております、コレクションとも言う名のルアー。ジグ、そちらの方を見ていきたいと思います。レッツゴー。さあ、ブラックバス釣りを始めた方だったら PD チョッパーって一体何なのっていう方もいるかもしれません。ちょっと上げていってみましょう。はい、こんな感じになってます。ジグといってもね、ラバージグというね、名前でね、親しまれているルアーでございます。こんな感じでジグヘッドの形状にラバーのこういったベラベラがついておりまして、針がついてる感じで、これはね、デッドスローつってね、
巻きながら誘う、主なルアーになりますね。で、従来のね、ジグというやつはですね、こんな感じ。まあ、形状はほとんど一緒なんですけど、頭があって、ブラシガードというものがついていて、針がある。で、ここにラバーがついてる感じ。これがね、ジグと言いまして、まあ、元を言うとね、こう、地面にポンと落として、ポンと落として、弾ませたり、ズルズル引いたり、こういった形でね、まあ、ザリガニにも似たり、魚にも見せたり、まあ、いろんなものに見せる感じのね、できるルアーっていうのが、ラバージグだった。デッドスローというのは、巻いて釣る専門のルアーなんでございます。どんなセットにするかと言いますと、ちょっと持ってきますね。こういう感じのシャットテールワームという魚っぽいルアー。こちらの方に、こんな感じで針に刺していきます。ザクッとな。これ、スイムジグってやつっすね。まあ、通称スコーンリグとも言われます。こんな感じにして使うのが PD チョッパーデッドスローのやり方って感じですね。じゃあ、普通のジグって何つけんのって形になるじゃないですか。そうしましたらこんなルアーを使います。はい、こんな感じ。ザリガニ系のね、こういうクロー系ワームをつけるのが、まあ、一般的っていう感じですね。ちょっとつけてみます。はい、できました。こんな感じ。これがね、ジグのね、一般的な組み合わせになります。で、もう一個、スイムジグと。ね、自分のね、好きなね、トレーラーワームをつけることが、このジグの面白さにもなるんですけど、大体はこんな感じかな。クロー系のワームとかで、地面を跳ねさせて使ったりとか、こういう木の集合体、いろんなストラクチャーの中にドーンと入れたりとか、あとは、こういう形にして、スイムジグ、スコーンリグなんかにして巻いて釣る、やり方が、多いかなって感じかな。自分のコレクションをちょっと見せていきたいと思います。変わり種がいいよね。じゃあまずこれから、見てください。こんな、クランクベイトのリップがついてるようなジグがあるんです。これはですね、日本一忙しい釣り具屋さんで買いました、ウォーターランド印のジグです。最近のトレンドはしっかり押さえております。エグボール!こんな感じの小さいね、スモールラバージグなんていうのもあります。次はこれ、すごいでしょ。ラバーがさ、なんか、キャタピラのこう、ね、刻みみたいなのがめっちゃ入っとるやつ。これね、確かアメリカのね、釣り具メーカーだったかな。名前忘れちゃいました。でね、これ、でかいでしょ。ジグヘッドが。これはもうね、名前も忘れました。なんか、ベノムみたいなジグですね。最近見つけましたやばいジグがこちら。バドバズジグですね。これはね、ギブスっていうメーカーのジグなんですけど、まあ、かっこいいんだわ。ここにね、ほら、ギブスって入ってるでしょ。これかっこいい。で、形状としても、PD チョッパーと同じく、立つ。あ、そうそう。PD チョッパーね。PD チョッパーも立ちます。こんな感じで。ピンコ立ち。そしてもう一個のお気に入りがこれ、スーパーシャトル。DRT スーパーシャトルっていうジグなんですが、これね、面白いのはね、輪ゴムがついてるんですよ。こういう感じでね。こういうのはね、ワームをつけた後に、このゴムで針をこんな感じで、パチンってね、止めてあげることによって、ワームがずれない工夫がされてる。これも巻いて使うジグ。あと最近よく買ってますが、これ、ダイワのカバージグ SS。これね、500円ぐらいで安いんですよ。こんな感じですかね。まだまだ色々ね、ジグだったらね、こんだけあるんですけど、こんだけあるんですけど、ちょっと紹介しきれないので、以上にしましょう。戻ります。はい、ということで、ジグコレクションいかがだったでしょうか。さあ、本題に戻りたいと思いますが、まあ、クリスマス企画なんですけど、俺釣ったかどうだかね、忘れちゃったんすよ。本当にね。お酒飲んで寝るとすぐこれだってことでね、継続にしましょう。つことでですね、前回釣れなかった時の、TN トリゴン、これがあったんですけど、これも継続で、今回は、そうですね、PD チョッパー、デッドスローをプレゼントルアーとして、ボックスに加えたいと思います。明日も釣りに行きます。皆様、12月25日まで釣れなかったら、その日のルアー、一つ没収プレゼント企画へレッツゴーというところで、まだ継続でやっていきたいと思いますので応援してください。以上、スペースモンキー TV でした。バイバイ。